はい、ハギさんです。さっきのところからね、またちらほらと走りましてですね、いろいろ Google マップを見てたらですね、なんか面白そうなところがあったんで行きました。土地元関所跡っていうのかな、すごい、あの関東のね、マチュピチュって揺れてるようなところみたいですよ。今ハイザーハンが歩いてるところは国道140号。こんなとこっすよ。すごくないですか、この山鼻に建物が。てかトンネルができる前は全部こちらから通っていたって考えると本当に関所っていう感じですよね。畑も、山鼻に沿った、畑です。あ、見えてきました。あれがそうですね。ちょっとじゃあカメラを切り替えます。確かに関東のマチュピチュだ。この景色見たら埼玉県ですよ、埼玉県奥秩父、山肌にここですね。ぐるっとターンして史跡、国史跡、地元史跡だとか関東の入れっぽとか、閉まれるとこだったみたいですね。そこね。てかこの道を普通に夜歩いていくっていうのがね、これがそうみたいですよ。中には入れないですけど、すごいとこだな。ここで行くね、向こうから来る人と、こっち来る人と見て、お前はダメだとか言ってるんですよ。関所ですからね。いやー、萩さん初めてですね、こんなとこ来たの。かなり手前にですねトイレがありまして、そこに駐車場が10台ぐらい止められるかな。そこからね、こう 400m ぐらい歩いていかないとこれっちのは来れないんですけど、なんせ道がこの幅しかないっていうのがありますのでね。景色を映していこうかなと思います。
はい、じゃあね、これからね、また車を走らせて違うところに行こうかなと思います。土地もちょっと関所跡、いや本当にね、偶然だったんですよ。たまたま地図見ようかなと思ったら Google マップ見てね、結構星の評価が高かったっていうのと、だから口コミを見た時にね、景色良かったですなんていうのを見ててね、あ、これはいいなと思ってちょっと行ってみようかと思いました。まさかこんなにね、道が険しいところだとは思わなくて、そういうところに人が住んでて生活を営んでるっていうのはちょっと感慨深いものがありましたね。まあ、本当に登ってくる時からね、こうやって車載動画で撮ればよかったんですけど、やっぱり行ってみないとわからないっていうのがありますんでね、まず行ってみて自分の感じたままをお伝えしようかなと思って動画撮る前に走っていきましたけど、いやー、なかなかいいとこでした。こんなところがあるなんて正直萩さん分かりませんでした、ね、やっぱりね、ちっちゃい評価でもいいって書いてあると覗いてみてやってみてっていうのがね、全然知られてなくてもいいとこってまだまだいっぱいあるのかななんて思いながら車を走らせている次第でございます。次はね、これは有名なところなんですけど、中津川渓谷の方に向かおうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。